わあ、匂ってる。これ火葬場の匂いだな。いや、匂ってたぞ。今来たぞ。うわー、匂ってるわ。すっげー、今日焼いたな。で、この霊園に火葬場もあるんですよ。匂った、今すげー、ツーンってなんか プラが燃えたような匂い。今風に乗ってきたよ、匂いが。だから火葬場あるからね、ここ。すんごい匂いだよな。お風呂入んなきゃ。お？そう、なんていうの？火葬場あるじゃん。この間ハローさん見てたでしょ。この間行ったところの霊園だよ。脇道ね。そう、今匂ってないけど、ちょっとピンポキするな。ん？ちょっと YouTube ね、なかなか合わない。どの位置だ？このカメラか。パンパンいってるよ。ほら、すごい木が。私怖いんですけど、ここ。今度サラさん連れてくるか、じゃあ。油が焦げた匂いじゃないんだけど、なんかね、うん、音すごいよね。あのね、なんて言ったらいいのかな、もう嗅いだことないかな、みんな。ツーンとする匂い。この辺 5G かな。なんとも言えない、そう、匂い。虫寄ってきてないから、この駅行くかじゃん。最大ライトで。なんかでもこっち曇っちゃうんだよな。合ってないんだよ、位置が。多分待ってね、ごめんね。よいしょ。大丈夫。もうちょっとこっちなのかな。このぐらいか。はい、コンティニューね。泣いてしまう。まあ、こんなの余裕、こんなとこ行けなかったら全然行けないんで。10階の方がもっと怖いよ。うん。最大出力した。一応。夜中の2時に近いからもう、あ、1時だから今。バケタンどうだろう。ああ、昔あったね、あっち側に。逆側ね。うん。いる？あ、もうツイキャスあと9分で終わりだ。うん。あと9分で終わりだ。もう延長できないから。4時間だから。もう4時間やるんだもん。見える、明るくて。今日いつもより多くやってますんでね。まあ、ちょっともしかしたらちょっと何時間できないかもしれないから、雨で。うん、いないか。このね、脇があるんだよな。今日やってんの、会社。10階は怖いよね。だってこの間あって、服あったじゃん。8月何日にアップするよ。お盆のあたりぐらいに。うん。そう。了解。なんか来ない。そこのあたりが結構やばい。
この辺りが。この辺りよく赤になるんだよ。うん、一回多分ね、あと7分で終わっちゃう。ここがよく赤くるってポイント。もうここの現象はね、まあ足音とかね、ドザーンって音だ、そういう感じかな。この中がもう霊園なんでね、霊園なのかもね。今んとこ大丈夫だな。うん、自分が変。今んとこいないな。ダメだった。いや、ここね、何箇所はあるんだけど、ここで結構よくね、声が聞こえたりとかもあったの、昔。で、なんでここだけこうなってんのかなって不思議なんだよね。うん。あ、黄色になったね。もしかしたら来るかな。来ねえな。来ない。あ、お茶会ありがとうございます。次の日さんね。百回ありがとうございます。お茶のことね。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。どうもね。でもそこに会社ができたから多少怖さはね、薄れたんだけどね。結構こう見てる人多いと思う。うん、ありがとうございます。100ね、どうも。赤来る。いやー、わかんないな。落ちぼけね、ありがとうございます。あれ、ビデオカメラ、あれ？ピント見ようが一緒がなかった。寒気がした。取り当たってます。多分霊感強い人は結構あるかもね。強いのかもね。でもなんかすげえ静かだけどね、今日ざわざわあんましてない。でもね、大体ね、結果が出るのがまだ10時と12時が多いよね。ふげんさん、こんばんはね。お疲れ様。今日ラストでございます。今日4箇所ですね。もうかなりへばってます。ある意味ね、すごいよ。でもね、あれだよ、僕も全然聞こえない人なんだけど、たまに聞こえちゃう時はあるよ、やっぱり。でも動じなくなっちゃったね、もうね。うん、こう何があったというかね、こうもともと霊園なんですよ、ここはね。で、よくこの道がよく目撃されてるんですね。前回僕もこの中の霊園やってるんですよね。うん。まあこの辺り結構そういう出るって噂が結構多い。なんかやってる？なんか喉違和感あるな。帰ったら薬飲もう。おー、なんでこいつ虫うぜえな。死ねえ、この野郎。でけえ気持ち悪い虫がいたよ、なんか。低空飛行してやがった。虫。やっぱ寄ってくんな、ガリと。見た、今のは。すげえ気持ち悪い、なんかすげえでけえ虫がいたんだよ。何あれ。
はい、じゃあね、ツイキャス一回終わりですかね。もうすぐね、遅くまでね、遅く、なんかやってないこれ、夜勤やってんのこれ、騒がしいんだけどこれ、見ました？今ヤクオ型じゃないの、蚊みたいだって。あ、ツイキャスで、ツイキャスだから YouTube やりますよ。なんかこっちの方がうるさいやな。なんかやってない？ゴミ？ゴミ？ゴミこれ。で、それから向こう行こっか。向こう側も出るって言われるから向こう行こっか。なんかうるさい。多分これゴミだな、これ。ほら、クリーン、ほら、リサイクルだもん。グリーンリサイクルだから、もうゴミを焼却してんだよ、多分。いや、工事じゃない、あれだもん。焼却してんだよ、ゴミを。うん。うん。仕事中だと思う。燃やしてんだよ。潰して燃やして。やっぱり弱くしなきゃダメだ、ないと。やべ、なんか喉に違和感があるんだ。風邪いたかな、俺も。入ったらコンタクトも、はい、ゆうこさんね、スパチャありがとうね、ありがとうございます、スパチャね、ありがとうございます。うん、なんか風邪ひいたかもしれない。あのほら、冷えタオル入れてるから多分。なんか喉がちょっと違和感があるからちょっと一回飲んでこう。はい、だね。はい、どうもね。ゆうこさん、ありがとうございますね。どうもね。虫がやっぱ明るくすると寄ってくるな。はい、コンティニーコインね。ありがとうございます。まあでもそんなに長くやんないから。来た。はい、ありがとうね。どうも。いらっしゃい。真っ暗でしょ。でも、怖いよ。めちゃめちゃここ。かなり怖いと思うよ。はい、ありがとうございますね。どうもね、すいませんね。一枠終わりましたね。あ、今日もなんか長時間でしたね。うん、不気味でしょ、ここめっちゃ暗いもん。うん、ここどうなんだろう、 5G なのかな、この辺りって。怖いでしょ、ここ雰囲気めっちゃあるよ。でもなんか今日静かだな。あ、なんか歩いて、え、見た今、見た今、足、今見た、なんか靴みたいなのが動いてたんだけど。え、人、見た今、なんか光ってたじゃん今、靴が似合うし、足だけ。嘘でしょ、ちょっと待って、今光ってたよ、めちゃめちゃ。足だ、足、人だよな多分。え、お化け、靴履いてたよ、お化け。で、ここ歩いてった今。え、いねえよ、いる、いねえよ、え、いや見ちゃったよ俺、
いねえよ、誰もいないよ。見た今の、ちょっと巻き戻してみてよ。今歩いたぞ、ここ見えよ。光ってたよね今2個。足だよ足。マジマジマジ見ちゃった。足、靴履いてたよ。でも今ここちょっと早歩きで歩いてた。でもいなかったよ今。人いたらわかるじゃん。見越した？深夜でしょ。お化けなのかな。光った見えたでしょ。あれ足、足、足、靴だって。靴でね、あのスニーカーの靴が見えたんだよ、早歩きで。消えたでしょ。でここまっすぐ歩いてたよ。あ、アドリブさんどうもね。あれとね、あ、部屋が出そう。あ、ごめんなさい、部屋出た。でも追っかけてたら多分あそこ間に合ってたから、多分いないから。やっぱいるんだよここ。